みかんを倒し6つ目の順バッジを手に入れたサトシたちは次の町へ向かう道中にあるすり鉢山に来ていた。中広しやな。この山めっちゃアイテム落ちてるらしいで、宝の山っちゅうことか。探索しようぜ。ただバカ広くて迷路みたいになってるから迷う人が多いらしい。大丈夫だろう、迷ったら来た道戻んべ。うい、迷った。迷子だね。大人が迷子になったら、迷よっていうのかな。迷よって言いにくいな。迷い人とか？それは人生に迷ってる人やな。舞ちゃん。くっそつまんねえツイッターらにいそうだな。むう、迷宮入りだな。そうか。あ、おい、宝箱だ！ラッキー！いや待て、RPG ものの定番だけどよ。よく考えたら、道に宝箱なんて置いてるわけねえよな。いや、その発想はロマンなくねえか？爆弾とか入ってたらどうすんのよ。いや、お前、渋谷のスクランブル交差点のど真ん中にこれがあったらどうする？人混みかき分けて一目散に開けに行く。だよね、ガチャ！なんだこれ？今夜は焼肉だとね、ふしゃん。金の玉だ。お店で高く売れるやつ。金の玉だと？ちゃんとしたお宝やんけ。迷子からの不幸中の幸い。一個あるってことはもう一個探せばあるんじゃねえか、金の玉。よっしゃ、金の玉、探そうぜ。ねえな、金の玉。俺らなんでこんな必死に金の玉探してんだ？とりあえず一個手に入ったし戻ろうぜ。いや、戻るったってここどこ？さっきからほとんど風景変わってねえぞ。ダンジョンだな、こりゃ。ダンジョンゲーといや、長時間滞在してると不吉なことが起こるっていうよな。なんそれ？なんか絶対勝てんモンスターが大量発生して無理ゲーに突入したりとか、アイテムとか全部なくなってゲームオーバーになったりとか。そうなる前にとっとと脱出してな。穴抜けの紐持ってきてねえのか。穴抜けの、何それ？タンポン。まあ、タンポンも非常時に使うけどよ。洞窟から抜け出すアイテムで。ねえよ、そんなもん。男の子だぞ。ワンちゃんどっかに落ちてんの探すか。どっかに落ちてるタンポンなんて使うわけねえだろ。使用済みだから落ちてんじゃねえか。タンポンタンポンうるせえな。男の子には突っ込みにくい下ネタやめろよ。下ネタじゃねえよ。あと男の子には突っ込まねえよ。なるほど、こういうことか。ババ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 、逃げましょうか。息子はステータスがない、黒歴史や。なんて出口ができた。おい、サトシ逃げるぞ。いや、あいつ何に決めてんの？そんなん気にすんなって。てか絶対追ってくるだろ、あれ。もしかしてあいつ金の玉取られて怒ってんのか。な、何？あいつ片玉だったのか。めんどくせえからとりあえず返してやれ。おりゃ、逃げろ。はぁ、なんとか巻いたか。でっけえバンギラスだったな。金の玉は残念だが、またどっかで手に入んだろ。ダネフスさん、俺がお宝をすんなり渡すと思うか。え、金の玉やん。じゃあさっき投げたのは？おい、お前、まさか。俺の金玉だ。いや、デカすぎくん。